こんにちは、シーサーです。今回もですね、鬼滅の刃公式スマホゲーム血風剣劇ロワイヤルの最新情報を考察していく動画となってます。今回入手した情報なんですけど、これは鬼滅の刃血風剣劇ロワイヤルのプレイ映像が海外で流出したものを今回は紹介していきます。今回流出したこの画像から読み取れる7つのゲーム内容を今回は説明していきたいと思います。で、今回ね、まず1つ目、制限時間です。まあ、制限時間といっても、そもそも制限時間があるのかちょっといまいちまだわかんないんですけど、ここに表示されている時間は、制限時間ではないかもしれないんですね。で、血風剣劇ロワイヤルの公式はこれまでにマップ制作において原作を忠実に再現することを言っていましたね。そう考えると、ここで表示している時間はマップの1日を表示しているのかもしれないです。ここに書かれている時間なんですけど、この時間は朝7時を表しているんじゃないかなって僕予想してて、太陽が出ている朝からお昼の時間帯は鬼殺隊側が有利になって、太陽が沈んでいる夕方から夜の時間帯は鬼側が有利になるのではないかなと思います。2つ目、 HP ゲージです。同じジャンルのゲーム、第五人格デッドバイデイライトでは殺人鬼と生存者ともに HP ゲージがないんですよね。第五人格デッドバイデイライトでは生存者は鬼の攻撃2回受けると瀕死状態になりますよね。初心者が初めてプレイするには、少しゲームになれるのが大変かなと思ってたので、そういうところで今回 HP ゲージを搭載したことで、初めてプレイする人でもより分かりやすくなったっていうところですごくいいかなと思います。今回この画像を見ると HP が繋がってなくて3分割にされてますよね。なので鬼からの攻撃はマックス3回攻撃を受けることができるのかなと思うんですけど、キャラクターによってその HP のゲージも変わってくるのかもしれないですね。3つ目、呼吸です。鬼滅の刃といえば呼吸だと思うんですけど、こちらの血風剣劇ロワイヤルでも呼吸がすごくゲームで勝敗を左右します。今分かっている情報では、呼吸を使用するには呼吸ゲージを貯める必要があります。現時点では呼吸ゲージの貯め方は発表されていないんですよね。原作から考えると、村人を守ることでゲージが貯められるのではないかなと予想してるんですけど、ここで気になったことが、技、型ですけど、キャラクターのレア度によって変わってくるんじゃないかなと思ってます。例えば炭治郎だけでも水の呼吸といっても型が10種類今ありますよね。その中に火の神神楽といった火の呼吸もあると考えると、炭治郎だけでも複数存在するのかなと考えています。4つ目、補助スキル。キャラクター独自の能力が補助スキルとして使える可能性が出てきました。炭治郎は嗅覚、鼻、善逸は聴覚、耳、伊之助は触覚、肌、カナオは視覚、目。キャラクター独自に特殊能力がありますよね。今回のこの補助スキルは呼吸と違って相手にダメージを与えるというより、相手の位置を把握するために使う索敵要素があるのかなと僕は考えています。5つ目、チャット機能です。同じジャンルのゲーム、第五人格デッドバイデイライトには搭載されてなかった機能ですね。そもそもこれまで生存者側である人間側の勝利条件は発電機を直すことでしたね。今回の血風剣劇ロワイヤルは原作から考えても発電機など機械を直す作業はありえませんよね。今回の鬼滅の刃では発電機がないので、プレイヤー同士が集まるのが難しいのかなと思います。そういうところをカバーするということでチャット機能が搭載されてるんじゃないかなと思います。6つ目、フリールックボタンです。スマホゲームではおなじみの機能ですが、今回のこちらのゲームでもフリールックボタンが搭載されています。フリールックボタンがあることで体を移動せずに素早く視点を移動させることができるので便利ですよね。鬼殺隊側はゲージが溜まるまではとにかく逃げる必要がありますので、前を見て走りながら後ろを見ることができるのですごく便利ですよね。7つ目、しゃがむボタンが搭載されてます。第五人格やデッドバイデイライトでおなじみのしゃがむボタンが今回も搭載されています。鬼滅の刃は太陽が沈んでいる間は鬼が圧倒的に有利なので、その間身を隠すということで使う可能性が高いのかなと思います。で、皆さん、今回は7つの鬼滅の刃血風剣劇ロワイヤル最新情報ゲーム内容を紹介してみました。この動画がね、少しでも役に立った方、また鬼滅の刃血風剣劇ロワイヤルが好きな方はぜひね、動画の高評価よろしくお願いいたします。
またですね、鬼滅の刃血風剣撃ロワイヤル以外にも最新のスマホゲーム情報をお伝えしてます。事前登録情報や最新のスマホゲームを先行プレイしてますので、スマホのゲームが好きな方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。